台風10号の暴風域はなくなりましたが、佐賀県では今日夕方にかけて局地的に激しい雨が降る恐れがあり、気象台は土砂災害に警戒を呼びかけています。ゆっくりとした速さで九州を横断した台風10号は、午前11時には大分県国東市の北の海上にあり、北東へ進んでいるとみられます。風速25メートル以上の暴風域はなくなりました。昨日から今日午前5時までの最大瞬間風速は、佐賀市駅前中央で 31.2 メートル、唐津で 29.4 メートル、佐賀空港で 25.2 メートルなどとなっています。また降り始めから今日午前5時までの総雨量は、佐賀空港で146ミリ、佐賀市北山で130ミリ、鳥栖で 126.5 ミリ、嬉野で120ミリなどとなっています。気象台によりますと、県内は今日夕方にかけ、局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。予想される雨量は、多いところで1時間に40ミリ、明日正午までの24時間に100ミリとなっています。気象台は夕方にかけて土砂災害に警戒を、低い土地の浸水、河川の増水に注意を呼びかけています。